はい、どうも、こんにちは。ですね、将棋やってきます。前どうだったかな？どうでしたっけ？最後に銀であれだったんだな。これをこうやって、なんかそうだった気がする。そう、これをこっちすることによってこっち打てるようになるんだよね。で、2つ防げるから真ん中行くでしょ。真ん中行く。ね。っていうことは、あと、ここ、あ、そうか、全部、あれだ。もう、実は全部、いけない。だから、どっかで王手したらいいんだよな。どうだったっけな、本当に。こうだったっけ？で、そうだ。あんま離れすぎてはいけないんだよ、大駒って。で、これでここか。ね。ここだったら、その竜も取れないし、あともう行くとこもないしってやつだな。で、唯一ここに移動するだ時にここか、ここだけが空いてしまうから、それをあの銀で封鎖するっていうことだね。で、次18問だったかな。え、次今日 何するの。17やって、これ飛び飛びやってるの分かんないんですよ。あ、これ。これか。これ、どうだったかな？忘れちゃった。どうだったっけなぁ。どうだったっけなぁ。こうか？違う気がする。あ、忘れた。こうか。じゃ、なぜか取らないんだよね。その取ったら詰みなのかな、よくわかんないけど、まあいいや。じゃ、取らないから、ちょ、待って、忘れちゃった。やばい。こっちか。忘れちゃった。やべ。やばいぞ。もう全部試していったらいいんじゃん。ほんじゃ。どうだったかな。こっちだったら意味ないよね、だって。右に逃げて、やってみようか。こっちだと右に逃げるだけでしょ。で、どうすんのって話だもんな。で、これで寄ったって意味ないよな。違うな。こうか。違う。やっぱこっち開けるんじゃないの？普通に。いや、合駒じゃなかったな。なんか、合駒じゃなかった。え、こっちか。なんかこっちだった気がする。入るんだよな。
銀貨に見ないんじゃないの、そんな。いや、そうそう、意味ないことないよ。で、ここにおびき寄せて、で、銀貴化生の、こいつが、ここにやったらなんかいいように思うじゃん。と金に紐ついて。それをここで、こっちに行かせる一手だよな。で、そうそう、そうそう。ほんで、銀は取れない。銀はもう取れないから。こっち行くって一手だよな。で、これで、詰みということでね。いや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 。なんか難しいわ、この、なんか詰め将棋全部。やばい。なんかね、本買ったら、結構、優しいの、結構、さ、あの優しいのを何十問買って、書いてるね。何十問、20問とか30問とか。3手詰め、5手詰め、7手詰めとか。いや、これ難しいよ、本当に。はい、以上になります。以上になりますっていうか、次どれにしよう。どれにしようっていうか、結局、これだよ。16、17と解いたんでしょ。16、17解いたんでしょ。20も解いたね。16、17解いたんでしょ。15、14。あーだよな。になります。はい、おしゃれ、ありがとうございました。